人気コミック、ワンピースの作者、尾田栄一郎氏、44、が、9日放送のフジテレビ系、ほんまでっか ?TVSP、極時に出演。MC を務める明石家さんま、63、に、ワンピースの最終回について言及した。ワンピースは、週刊少年ジャンプ、集英社で1997年に連載が開始され、42の国と地域で愛され、累計4億3000万部を発行、現在も更新し続けている。2015年には、最も多く発行された単一作家によるコミックシリーズとして、ギネス世界記録に認定され、単行本は現在91巻まで発行されている。自宅訪問は、尾田氏がさんまの大ファンであることもあり、実現したもので、さんまとの対談で、終わりは近いとし、100巻はちょっと超えますと語った。また、さんまが、ワンピースという大秘宝は、家族の絆ではないか?と聞くと、違います。そういうの嫌いなんですとバッサリ。子供の頃、オズの魔法使いのラストのオチがあるじゃないですか。これまで冒険してきた、それが宝なんだっていう、すごい不満で。こんな物語はありえないっていう、ちゃんと冒険してきたんだから宝をくれっていうと理由を語り、絶対そういうゴールは迎えないと断言。さらにさんまが、主人公、ルフィの義弟のエースを生き返らせると予想すると、違いますとそれも否定した。また、結末は、尾田氏が大学生の頃に考えており、今はそれに向かって進んでいるところと説明。ただ、読者が、偶然尾田氏の考えている結末と全く同じものを、予想したのを見つけた場合には、変えますねと宣言。絶対に、読者の予想とは違うものにすると語っていた。